や、宿元の手里ジョーです。星見柄でございます。今日は皆様この素晴らしき決闘の場にお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、お二人に決闘、まあ、つまりデュエルをしていただきたいと思いまして、はい、皆さんデュエルのご経験はありますか？まあ、小学校とか、そうですね、高校でもしっかりやってましたけど、遊戯王、デュエルマスターズ、いよいよやってきましたね。まあ、カードゲーム、私もね、あの少々出しなんでまいりましたけれども、はい、あれ、なんていうんですか、運営が出したカードをお金を出して買って、必死こいて集めて戦うって、はい、アホらしいなって思ったことありませんか？それ以外ないんじゃないですか？そういうもんだと思ったんです。興味がない人からしたら、お金の無駄でしかないかもしれないですね。まあ、紙ですからね、そうですね。そうね。しかも、身近にああいうかっこいいドラゴンとか、まあ、強そうなモンスターとか別にいないじゃないですか。まあ、ああそうですね。そういったもの同士が戦うってあの現実味なさすぎてあまり気持ちが入らないじゃないですか。そう、そうですかね、はい、それがいいとも言えるんですよね。まあ、そうね。そんな二人の悩みをね、はい、解決できる新しいカードゲームを開発された方、はい、なんだっけな、シバサスワイクニリングスさんが、シバサスワイクニクニリングス、あ、クニリングスね。なんとその方がお二人を今回この場にご招待したいということで、あ、お二人ご紹介してよろしいですか？お願いします。よろしくお願いします。シバサス様、お二人が来ております。外国人ですね。シバサス、そうですね、カタカナですね。あ、ミレニアムボーイペガサスワイクニリングスで完全に言いましたね、今入ってるよね、今クニリングスで、クニリングス、はい、柴田様が開発されたこのカードゲーム、名前何でしたっけ？名前何でしたっけ？遊戯王遊戯王。このカードゲームの特徴は何といっても自分のデッキを自分で作ることができるという点です。おーおーおー、パックを開けるとかじゃなくって、はい、もう本当に自分の身近なもので戦うことができるという点ですね。あのお二人には20枚ずつ写真を送っていただきましたよね。はい、はい、送りました。はい、はい、この写真が、まあ、カードとなってそのデッキに入っております。すごい、そういうことですか。そのお二人から送られてきた写真を見て柴田様がもう独断と偏見でそのカードの効果、攻撃力、守備力などを全て設定しております。すごい、なるほど。テストプレイなんてしてないよじゃあやばい、ワンキルさんちゃん大丈夫あの送られてきた写真から得たインスピレーションだけでやっているので、はいはいはい、なんだよこのカードと言われてもそれは撮った写真が悪いということで、なるほど。まあ今日は楽しくこのヒューギーを戦っていただいて、はい、このゲームの素晴らしさを全国の人たちに伝えていっていただければと思います。はい、これルールとかはあれですか、かの有名な遊戯王的な感じなんですか？ええ、全くその通りですライフポイントは、ライフポイントは4000でいいですか？ちょっと4052 休養カードの最低で何か、はい、あの聞きたいことなどあれば、もう本当にこのゲームの生みの親、シバサスワイクニリングスさんがいらっしゃいますので、すごい頼もしい、ラブシャルがここにいるのいいっすね。いつも俺らね、ブリスで投資陣電話してすいません、あのこちらの効果とこれの効果どちらが優先されるんですかねその効果はありがとうございますもんね、こちらのカンパニーはグー、じゃんけんぽい。お、先行で、はい、お願いします。お願いします。せーの、リュウ、俺のターン。さあ、おちょっと待ってください。ちょっと面白いです。理解するの時間がありますね。そうですね、一回読み込みますか。まあ初めて見るデッキというのがね、この遊戯王の特徴でもありますからね。ちょっと待ってくださいよ。何ですか？ちょっと闇のゲームかなっていうのがあったんですけど。何も闇じゃないです。普通くらいまず私、はい、ドローフェイス、ドロー、メンフェイス、魔法カード発動、焦げた財布、相手の手札を見ずに1枚選び確認する、そのカードからお金の匂いがした場合そのカードを破り捨てる破り捨てる破り捨てられる。しかもお金の匂いって何？いや、この判別ね、聞いたらでかいですよ、1段目にして。見れるってのもでかいですね。はい、これだ。うわうわ、おトラップカード、トレビの宣告。すごい、なんかこれお金の匂いどうですか？この泉に確かお金入ってたことない？この泉はいっぱいお金入ってますね。お金の匂いします。判
決されました。ダブリ捨ててやるぜ。うわー、これ結構強いんですよ。どういう効果ですかこれ。豆知識を披露すると相手の魔法トラップの効果を無効化できるんです。うわ、危ねえ。めっちゃ強いです。神戦を倒せました。うわー、でかい。これ戦でした。これ破り捨てですか。そうです。あ、えいいっすかこれ。はい。あー、おー、航空の旅行の思い出が。ただですよ、事故ってるかもしれないんで一回ちょっとドローソースを。はい、魔法カード発動、スーパーボール。お、自分の山札を上から7枚見る。その中からポケモンを1枚選び相手に見せて手札に加える。お、残りのカードを戻す。ポケモン入れてるんですか。デッキもポケモンがあったらね、サーチしてこれますね。そうです。はい。ないんですか。そんなカードデッキに入れちゃダメじゃないですか。下手くそですね。スーパーボールを見たら、うん、ポケカのスーパーボールでしかないから。ああ、そういうことですか。まんま同じってことですか。まんま同じテキストですね。なるほど。逆に他のテキスト入れれないので、ちょっと、うん、いや、まずいな。俺はモンスターカード1枚セット、ターンエンド。僕のターン、ドロー。おっさんを攻撃表示で召喚。おっさん、このカードの召喚に成功した時、相手プレイヤーの口に10秒間手を入れることができる。で、でそれだけだった。だって入れるからないんじゃないの。できる、入れることができる、入れることができる。じゃあ、させていただきます。くらえ。うわぁ、気持ち悪い。うわぁ、うわぁ、なんで。でも、ただのバニラモンスターだと思う。さらに、これを発動しておくぜ。ビールド魔法、サウナリーグ。このカードの発動から数えて、奇数ターン終了時、お互いのプレイヤーは1500ダメージを受ける。偶数ターン終了時、お互いのプレイヤーは2500ポイント回復する。めっちゃ増えてるやん。めっちゃ増えてる。サウナを表した効果ですね。バトルフェーズに入ります。はい、おっさんで、上川渋表示マスターに攻撃。てーん。ネコクリボー。何？フィールドのこのカードが破壊され、墓地へ送られた場合に発動する。このターン、自分が受ける戦闘ダメージはゼロになる。なるほど。第2の効果、何？相手のゴミが1週間ニャンになる。おい、おかしいですよニャン。ネコスイの効果でニャンだ。おいおいおい、やばくねこの効果。柴田様はちょっと酔っ払いながら決めた効果です。あ、そうだ。ひどいですニャン。これ3積み確定。カード1枚セット、ターンエンドです。ニャン、怖いな。トラップ、ドローフェイス、ドロー。いや、しかし仕方がない。俺はカード1枚セット、ターンエンドです。で、1500食らってしまった。はい、お互い1500ダメージです。はい、くでかい。私のターン、ドロー。メインフェイズ、ブスを召喚します。ドシンプル。まあ、効果はまだ発動しないですね。はい、ターン終了時に発動します。バトルフェイズ、おっさんで、裏返し表示マスター攻撃。ブクッ、テレン。そんな興奮値気がしない気がしむし。ひどい名前してますね。おい、名前おかしいな、これ。リバース効果、相手の魔のモンスター1体を破壊する。その場合、自分は眉毛を剃る。重てえって。ダリーカードですね。この写真は仕方ないですね。で、今こいつに攻撃されたんで、俺はブスを破壊します。うわー、ブスがやられた。これで俺はダメージ受けないで済む。しかし眉毛を剃る。そう、またか。もう広がす。弱いな、こいつ。弱いね。一食い虫のデメリットバージョン。確かに。しっかり取ってきたぜ。おやあーあなっちゃった。むかついにゃ。またなっちゃった。がまたクソザコうんちしきだし、眉毛らしむしになっちゃった。何もせずターンエンドです。はい、はい、というわけでここででは2人回復しますね。はい、2500回復します。はい、5050になっております。なるほどね。あ、そう、俺のターン、はい、取ろう。まず俺は魔法カード、マッサーマッサージンジンチェアーリスの発動。お、何ですか。自分は400ライフポイント回復する。なるほど。酔わないこれ。酔わない。ザコイですね。何これ。ちょっと待ってください、このカード弱いです、ね、なんでこんな弱いんでしょうね。リアルとかでも1000回何を考えてたんでしょうね。こんなことでへこたれてはいられない。フィールド魔法発動、これだ。メビウスオプション5ミリ、パリーン。こちらは破壊だぜ。クソ、サウナイーグルが。自分は毎ターン300ポイントダメージを受ける。このデュエル中、喫煙が顔ものになる。やったぜ、焦りすぎたぜ。やったぜ。やったぜ。あんまリアルに関係ないっすよ。
冷静なデュエルはこの1本からってね。まあ、こんな写真で強い効果のわけがないです。デメリットしかないです。いや、メリットでかいでしょ、こんなん。いや、おっさんが強いんですよね。おっさん強い。おっさん強いですね。海外に行かなきゃ撮れない写真ですから。そうですね。しかしもう俺はカード捨てて、ターンエンド。僕のターン、ドローです。いや、メインフェイズ。はい。僕は、フィルターメズマリンを召喚します。おさらに、魔法カード、ディアンケダを発動。出すぎー俺の出すぎー。ディアンケダの効果、まあこれは本当ちゃんとしたディアンケダなんで1000ライフ回復です。おマッサージ屋ゴミじゃねえかよ。さらにフィルターミズマリンの効果が発動します。お自分のライフポイントが回復した場合に発動できる。相手のカードを1枚選択し、選択することができる。選択し、選択し、選択するです。これもありますけどね。おっと、これは。ああ、なるほどね。なるほど。確かにこのモンスターをやられると少々厄介ですので。俺、吸うよりも吹く方が好きなんだよな。あー、うざい。このフィールドマンは赤いだ。赤いじゃない、選択だ。選択だ。選択しに行きましょう。選択しに行きます。選択しに行っちゃった。喫煙所じゃなくなっちまった。タバコがポッケに入っててね。そう。あー、俺の喫煙所だ。バトルフェーズに入ります。はい。モスさんレギュラーガーシュ表示モンスター攻撃します。ガッ、エクスチェンジ外リョウさんの守備力は1000。ただただ死ぬぜ。さらにダイレクトアタックします。で500ダメージ。500頼むって。おりゃ今のうちに。いや、くそ、タレントだ。なに、ドロー。いや、まだだ。バトルフェーズに入ろう。はい。モスさんでダイレクトアタック。ああ1850。メズマリンで大丈夫だな。なんか壁を出さなければ負けてしまうだよ。君のターンだ。ドロー。なるほど。何。いや、俺はモンスターカード胸毛ワイバーを召喚。胸毛ワイバーだと。さあ、ここでスタジオにいる誰かの胸毛を3本同時に引きちぎった場合発動できる。このモンスターを超えるか2倍になる。何、強いよ。やるしかねえんだ。私は胸毛ワイバーンを発動しまして、こっち使ったんだ。胸毛ワイバーン、誰かの胸毛を3本同時に引きちぎった場合攻撃力が2倍になるという。俺しかねえじゃん。おかしいよ。俺しかねえじゃん。胸毛が3本以上入ってる人間があなたしかいない。おかしいって、別にあるだろ。別にあるってちょっと3本ぐらいは。ちょっと同時になんでね。うわー、すげえ。すげえ。すげえ。手汗に不安があるんだよ。これ T シャツ欲しいのがいいっすか。これ何とも眉毛ねえの。ちょっと何、いきますね。はい。ピンチ力。ああ、3本どこじゃない。4や6本ということで2倍だ。強い。こうなったらもう一気にいくぜ。装備カード、魔装者ファンカーゴ。ファンカーゴだぞ。このカードが装備されたモンスターが破壊された場合、そのモンスターは自分の手札に戻る。その後このカードを相手のデッキの一番上に置く。つまりこいつ胸毛は今破壊されても俺の手札に戻るぜ。また抜かれてください。マジだ。え、チェーンで発動するぜ。何、速攻魔法、車で引く。ルート上のレベル4位からマスターを全て破壊する。おい待て、全部破壊。ああ、全部そうです。うわー、ってことはこれも乗らないってことやな。そうなりますね。うわー、破壊された。痛い。さあ、ホログラムが、ホログラムが割りますな。さよなら。おい、車が車で破壊された。悲しいだろ。こっちアストンマーチンだからな。しかしお前にだけ好きにはさせないぜ。魔法カード、一生薬を発動。なんすか。歯磨きを毎日すると約束する場合発動できる。相手の手札は全て墓地へ送る。すいません。壊れすぎです。生用が一生だよこれ。だからできるんですか。本当にできる前だけ約束してください。やってやらー。お前負けるぐらいなら磨いてやらー。うわー、少年の記憶が。地獄すぎる。怖。これはモンスターの攻撃力を2倍にして、その晩に満腹を食べないといけなくなるカード。リミッター解除みたいな。この少年の記憶は攻撃力を1アップして、相手の相手は承認にならなければならない。ドローです、ドロー。
メインフェーズ、私はおしっこじゃねえよ、パルナムだよーとデッキからモンスター1体を手札に加える。強っ強い、バカ強カードじゃん。何これ。お二人ともちょっとあれでしたよね、モンスターガード少ないのではないかって言われた。そうなんです。なるほどね。モンスターを1体エルガルス美少女召喚ターンエンドだ。ほう、なるほどね。トロフェイストロー。いや、俺にはまだこのトラップがあるからな。ターンエンドだ。いいのか、使わなくて。うわ、これはすごいの。まだ様子を見ることができるね。ドローフェイズ、ドロー。デュアース召喚。3分の1ケルベロス。いや、ただの犬やん。普通の犬だよ、それ。いや、デュアースさんのデッキの最強カードですね。最強カードです。相手プレイヤーは自分の犬となり、一度だけ何でも言うことを聞かせられる。何を言ってんだ。決めたぜ。はい。デュエル終了時、このデュエルによって受け負った十字架は全てお前に移る。なあ。何があったっけ。まだニャンしかないが、ニャンまだニャンしかないが、怖。この後に多分ぶっ壊れカードが来ると予想しています。さらに終わらせに行くぜ。魔王カード発動、誘拐を。自分の手札墓地からモンスターを2体選び融合する。攻撃力や効果などは雰囲気で決める。バカこけ。あんた黙るか、そんなの。エクストラデッキは今回ないので雰囲気で決めてください。ならば僕は墓地のブスとおっさんを融合。ブスなおっさんじゃなかった。ブスなおっさんを召喚。こいつはブスだぜ、相当な。しかも臭そうだ。一体どんな攻撃力になったんだ。雰囲気で決めてください。ブスなおっさんの攻撃力は2152だぜ。あんま強くなった。でもキリが良くなります。さらにまだ続く。僕は3分の1ケルベロスを生贄にして、あれから大天守サチオンを召喚。何？これで上級モンスター2体になりましたね。強いぜ。サチオンのモノマネをすることで一度限りモンスターへの効果の発動を無効にする。強い理由を。バトルフェイズ、サチオンで徹夜にダイレクトアタックをします。トラップカード発動。何？クロウーロンの五風拳。2ターンの間自分が受ける1500以上のダメージは1000になるぜ。あ、強いな。まあまあまあ、しかもこいつはこのモンスターへの効果じゃないから自分が一方的にダメージを軽減することができる。認められます。やるな。つまりじゃあ絵のダイレクトアタックは1000ダメージ、残り1302。さらにブスのアッソンでダイレクトアタック、はい、これも1000になりますので残り302。よーし、ドローフェイズドロー。ブス、アンデッド族なんですね。どうやってなよ。これアンデッド族なんですね。正直言っていいの、かなり俺は不利な状況にあるよ。ならば、何？こちらのカードを発動する。何？切り札を引いたんだ。なんだ？魔王カード発動。秩序崩壊。何？このデュエルを終了し、最初からやり直す。おーい、やめてそれ。おかしいだろ。リセットじゃん。秩序崩壊しすぎです。あ、ほら、1200万の時計割れてんだよ、こっちは。これは何かしら切り札になると思って入れたんだぜ。ちくしょ、確かにあのカードはなかなか手に入らない超激レアカード。ただな、トレイの宣告と俺のメビウスオプションボビーが選択されて。もう使用不可能。そうだ。これ3分の1ケルベロスは継続するんですか。1週間ゴミがニャンっていうのは1回生産されたので、逆に1旦来ました。あ、俺ニャンなんだ。俺これ、この動画だったらニャンなんだ。かわいそう。三者グー、じゃんけんポイ。お、やるな。変更です。せーの、デュエル。ドローフェイス、ドロー。魔法カード発動、ネズッチが入っている箱。なんだ。相手プレイヤーの指定するお題で謎解きをすることができた場合、自分フィールドにネズッチトーク、攻撃力2000、収益1000、一体を得しようかすることができる。いやべ。お題は、はい、ダイソンです。ダイソン、整いました。おダイソンとかけまして、台風後の古い家屋と解く。その心は、どちらも変わらないでしょう。おお、ネズッチです。うわー、来た。お、ネズッチ。あ、そっちのネズッチだったんですね。本当にネズッチだ。これ本当にただネズッチが入ってるんだ。強っ。そしてよし、どんどん行く。魔法カード、レクサスの宣令。のりデッキからモンスターを1体特殊召喚する。強っ。しかし相手が L から始まる単語をスラスラ5個言えたら、この効果は発動できない。この効果はが発動できない。テキスト欲してます。これレアですね。
では、まあ30秒くらいです。まあ15秒くらいですかね。そうですね。犬から始まる単語。どうぞ。ルール。ユニコーンガンダム強そう限界まで相手プレイヤーから軟弱者とビンタを受けるその回数かける100ポイントこのカード攻撃がアップ開始でリョウさんがどこまで除去できるかですねそうですねカード1枚セットターンエンドだぜ私のターンドローカード1枚セットおう2バスカード1枚セットおうフィールド魔法あいいよおう出たターンエンドですほうほうほういいのかいほったらかしでよドローフェイス、ドローもうやだこのカードまたトゲ引いたいらんって自分の魔法回復でまずはカードを1枚セットするぜわーすごい盤面が戻ってきた強いですね今度はいい引きをしてるようですね球技王がなかなかこんだけ盤面になるの珍しいですね千葉さんなかなかいい展開をしてると思います思い出したように安心するためにバトルフェイズネズッチトークンで攻撃してみるぜお出た種類が2000あるんだうわっ何もう3強くね3強ということでまあこれは何も起こらないですねまあどうせ破壊できるからもう効果も使わずにユニコーンガンダムで使わなくていいのかなんだとてめえなんだとてめえどうせ後でいけるからいいんだよこんなもん今はいいんだからねわかりました2200で攻撃だトラップカードですどうえグルメ細胞適合だからほう相手モンスターの攻撃宣言時相手モンスターの対象と攻撃モンスターを対象として発動できるその攻撃モンスターの攻撃を無効にしてそのモンスターの攻撃力のダメージを与えるえマジックシリンダー強っ強っもうただのマジックシリンダー強っ攻撃で2200ダメージうわっおっさん守られた、はい、お前が18発ビンタ受けてれば禁止だったのにな危ねえやめてもらったメイン2もう殺しにかかるぜ一生よおぉもう俺は髪の毛をすると約束しているはぁ、あ、強い気持ちでいけ強いおりゃー何もできないターンエンドのべさあターンエンド時にサムダイグルの効果発動してお互い1500大ポイントのダメージを受けますのでヘザさん残り大ポイント352危なドローフェイスドローお前実はこの勝負際どかったんだぜえお互いのフィールドにモンスター2体存在しお互いのプレイヤーのお腹が空いてた場合自分はビューリーにしようえぇ、ー、つまでこのターンで勝ってたところだったがまだ勝負は長引くぜ捨ててよかったぜモンスターを1体セットターンエンドなるほどな2500セットしますドローフェイスドローさあどんどん行くぜリバースモンスターオープンクソタコうんち切り出し眉毛なしでじゃあこれ強い相手モンスター痛い破壊クソそして自分は前に寄せる俺はもうないぜクソ黙るよリスクなしでどんどん効果がこいつを破壊うわー俺のブスが邪神トレッド何こいつは邪眼を解放した場合発動できるそういうモンスター攻撃力が2000ポイントアップしばしばこれ邪眼解放しないと発動できないですよねめっちゃ解放しないとダメです邪眼を説明しますよはい2週間赤いカラコンをつけてこの辺に模様を描くそういうことかこれデュエルに勝とうとすると嫌なことめっちゃ起こりますねこれ負けが勝ちってことか危ねえ解放してるやばー解放しろこいつをなまずネズッチにつけるぜネズッチでいいんですねああでなこれでユニコーンガンダムでなただただ攻撃して残りで攻撃して勝てるんだからなそんなことを忘れてネズッチで攻撃してるおぉなんだあ壁破壊だぜクソ雑魚うんち引き出し眉毛出しぶして攻撃破壊ダメージライフで受けた発決か、はいただサイバーイーグルで受けるから2752かなってことは2800を超えれば勝ち俺のユニコーンガンダムは2200 論破フィーンが耐えれば俺の勝ちだなんでそんなプレイするんですかユニコーンガンダムでこいつ攻撃してからネズッチで勝ったのにこんななんで動画に落ち頑張ってつけるんですかプレミがすごい球技王だからこそやりたくない効果で勝つんじゃだがここで僕が手加減しなければ君は6発耐えれずに次の僕のターンが回ってくる可能性もあるということだななんだったらもう哲也さんサウナリーグに頼らずとも勝てる回数までいけるかもしれないいやいや20回くらいってこと俺来い来いこんな目で見るな俺は
りにくい。ジャガンを解放したマイクのない嫌な男だ。やっていけない。受けたまわ。ちゃんと毎回なんじゃがものって言ってくださいね。わかりました、はい、いきます。このなんじゃがいや今のは的を外れたぜ。このなんじゃが限界ですか。まだいけない。2400ポイント。このなんじゃがい痛い。あもう一回殺しに行くぜ。あちょっと待って、怖くなってきた。怖くなってきた。あビビったら負けだ。あこのなんじゃがい首が来た。さあ諦めろ。無理だ。次はもう許さないで。限界ですか。限界です。2600度。2600で耐えてくださいで、ターンエンドでよろしいですか。ターンエンドです。そして、お互い1500ポイントのダメージを受けますので、りょうさんのライフポイント残り152です。はい、ラストターン引き当ててみせる。ドロー。僕はギエルには勝てないから、最後にこのカードでも出しておくよ。魔法カード発動、少年の記憶。装備カードは、まあ、相手のモンスターにも装備することができます、ね。はい、僕はこのクソザコうんち引き出し眉毛なし無視。はい。装備します。相手は小人になります。小人になってください。装備こっちやばーマジなんで。はい、ターンエンド時にサウナイグの回復効果で、りょうさん2652に回復しました。うんうんうん。いくぜー。小人の笑いだ。あ、見ちゃった見ちゃった。いいからいいからね。これよくわかんない。もう一回出しとこう、これ。なんとかりょうさん。じゃあ、これで、攻撃。あ、攻撃宣言時効果ありますよ。何？お互いのプレイヤーはデッキを入れ替える。可能なら相手の財布の中の1000円を両替する。どういうこと？まあ、デッキを入れ替え。デッキを入れ替えですかね。デッキを入れ替えますね。めんどくさい効果。あるかな。やめよう。やめよう。いや。僕の財布の千円札は2枚です。はい、これ制限もうできない。終わりですね。効果は終了です。何これ。何ですか。くだらねえ。くだらねえ。これ何これ。1600ダメージ。うわー。ネズッチの攻撃、ネズッチの攻撃で4000ポイントダメージで両者ゼロ。はい、ザコー、イエーイ、ゴーシャテンチャー。やったー。柴田さん、今回のデュエルいかがでしたか。ごめんなさいとだけ言って。これですよ、これ。一生よ。このハンデスがね、凶悪すぎるからね。これやば。あ、でもそうだ、哲也は歯磨きしないとダメですよ。あ、それもあるわ、もう。それが一番きついぐらい。これ一生ですかね、ちなみに。一生俺歯磨きなんだよ、毎日。インスタライブします。ただちょっと闇のデュエルすぎたかな。闇ですね、これは。悪いカードが結構入ってますね。あと、実は一番俺本当に食らってんのは、ビンタからマジで首やったさっきから俺ずっとちょっと笑顔になりづらい。痛みでこう、顔が歪む。